皆さんこんにちは。今回の動画ではここ1週間で新たにリリースされたり話題となった AI 関連のツールと AI 関連のニュースをまとめて紹介します。それではよろしくお願いします。まずは無料のDALL-E3の紹介です。 OpenAI は先日同社の公開している画像生成 AI の最新バージョンDALL-E3を発表しました。 DALL-E3 は前バージョンのDALL-E2 と比べて長いプロンプトの理解力が大幅に高くなり、多くのニュアンスや詳細を理解できるので、アイデアを画像に簡単に変換できるようになりました。 DALL-E3 は2023年10月に ChatGPT の有料版などに実装予定でしたが、いち早くマイクロソフトの無料で利用できる画像生成 AI Bing イメージクリエイターに実装されました。 Bing イメージクリエイターはツールページにアクセスしてマイクロソフトのアカウントでログインすれば利用できます。この動画を作っているタイミングでは Chrome などのブラウザで利用すると順番待ちが入って画像の生成に時間がかかるようでしたが、 Edge ブラウザで利用すると順番待ちなく利用できました。使い方は簡単で、上部のフォームにプロンプトを入力して作成ボタンを押すだけで画像が生成されます。なお作成ボタンの隣にある数字は画像を作れる枚数で、私の環境では1日に100枚程度作れるようでした。 DALL-E3 は画像生成 AI が苦手としている生成画像への文字入れが得意で、 DALL-E3 の発表時に OpenAI の CEO のサム・アルトマン氏が自身の X にプロンプトと文字入り画像をセットで投稿していましたが、同じプロンプトを使って Bing イメージクリエイターで画像を作るとプロンプトで指示した文字が入力されていました。その他 SNS 上では作るのが難しいと言われていたピクセルアートや漫画やアニメ、ゲームのキャラクターなどを簡単に生成できたり、漫画そのものを作れたりと話題になっていました。私も何枚か作ってみましたが、従来の画像生成 AI よりもプロンプトに忠実に画像が生成されている気がしました。ちなみに、Bing イメージクリエイターは日本語プロンプトでも画像を作れますが、英語のプロンプトを入れた方がよりプロンプトに忠実な画像が作れるようでした。続いては、ピカラボの新機能の紹介です。無料でテキストや画像から動画を生成できる人気の AI ツール、ピカラボですが、この度、新機能が実装され、特定の文字の入った動画を作ったり、動画内にロゴなどの入った画像を挿入して生成動画に反映できるようになりました。ピカラボはツールページの真ん中にあるジョインベータボタンをクリックすると Discord のページに飛ぶので、そこで招待を受けるボタンをクリックすると無料で Discord 内で動画を作れます。文字入り動画の作り方に関してはピカラボの Discord ページの左側にある Generate 1から Generate 10のいずれかのチャンネルをクリックし、下部のフォームにスラッシュエンクリプトテキストと入力し、メッセージの部分に動画の中に入れたい文字を入力し、プロンプトの部分に作りたい動画のイメージをテキスト入力して送信し、しばらくすると文字入りの動画が生成され、作った動画はダウンロードできます。さらに下部のフォームにスラッシュエンクリプトイメージと入力し、メッセージの部分にロゴなどの画像をアップロードし、プロンプトの部分に作りたい動画のイメージをテキスト入力して送信すると、アップロードした画像が反映された動画が生成されます。ピカラボでの動画の作り方については別動画で紹介しているので、詳しい使い方を知りたい方はそちらを確認していただければと思います。続いてはランウェイジェン2の新機能の紹介です。テキストや画像から動画を生成できる AI ツールランウェイジェン2がアップデートされ、新たにカメラ効果を設定できるアドバンスドカメラコントロール機能が実装されました。これにより
生成する動画をズームインさせたり回転させたりできるようになりました。ランウェイジェン2はランウェイの公式ページに行って Google アカウントなどでログインするとクレジットが付与され、ある程度無料で動画を生成できます。ログイン後の画面右上部でジェン2を利用でき、スタートウィズイメージボタンをクリックすると画像とテキストから、スタートウィズテキストボタンをクリックするとテキストから動画を作れます。アドバンスドカメラコントロール機能は、動画を作る際にフォームの左下にある時計のアイコンをクリックした後の画面で出てくるアドバンスドカメラコントロールの文字をクリックすれば利用でき、ズームの部分でカメラのズームインやズームアウト、ロールの部分でカメラを回転させる設定をして、下部のジェネレートボタンをクリックすれば設定を反映させた動画を生成できます。ジェン2はテキストから動画を作れる AI ツールの中では現時点で最も評価の高いツールの一つですので、興味のある方はぜひ一度試してみてください。続いてはキャッチービズの紹介です。株式会社デジタルレシピは69種類の AI アシスタントがマーケティング業務、広告代理店業務などをサポートしてくれる日本語対応の AI ツールキャッチービズを公開しました。ツールページ上部にある無料で始めるボタンをクリックして、メールアドレスなどを登録してログインすると利用できます。この動画を作っているタイミングでは無料期間ということで無料で利用できています。キャッチービズにログインした後のトップページでキャッチコピー生成、 Facebook 広告の見出し生成、 YouTube 動画のアイデア生成など、それぞれの業務に特化した AI アシスタントが並んでいるので、アシスタントをクリックするとそのアシスタントとチャットで会話しながら業務をこなせます。なお、ニュースリリースページでは話題の GPT-4 をはじめ多様な生成 AI 最新モデルを搭載と記載されているので、ツールの裏側ではオープン AI の GPT-4 などの大規模言語モデルが使われているようです。続いては文字アート .com の紹介です。日本語テキストを入力してスタイルを選択するだけで画像を生成できる AI ツール文字アート .com が公開されました。裏側ではスタビリティ AI の画像生成 AI の API が使われているとのことです。文字アート .com はツールページにアクセスし、ツールトップページの文章を入力するの部分に日本語テキストを入力して、スタイルを選択の部分で画風を選択し、画像を作成ボタンを押すと画像が生成され、画像をダウンロードできます。80年代アニメ、海外アニメ、SF などスタイルがたくさん用意されているのが特徴です。文字アート .com はツールページ右上のログインボタンから Google アカウントでログインすると作った画像の履歴を残せます。なお、画像は無料で1日3枚まで作成可能とのことです。続いてはフィル 3D の紹介です。部屋の画像を読み込んでテキストから家具を生成し、画像の中に生成した家具を書き足してくれる AI ツール、フィル 3D が公開されました。フィル 3D は、ツールトップページ上部の Try It Now ボタンをクリックして、Google アカウントでログインすると、ある程度無料で利用できます。ログインすると、デモの部屋画像が出てくるので、部屋の中の家具を置きたい場所をドラッグして選択し、画面右側のオブジェクトの部分で部屋に置きたい家具のイメージをテキスト入力し、サーチボタンを押すと家具の画像が生成されるので、家具を選択して右上部のジェネレートボタンを押せば部屋の画像に家具が設置され、生成画像をダウンロードできます。また画面右側にあるリセットボタンを押せば自分の部屋の画像をアップロードして、そこに家具を設置したりもできます。引っ越しの時に部屋のインテリアを決めたりする際におすすめで、その他にも不動産会社が売り出す部屋のイメージ画像を作る時にも使えそうです。続いては
ショッピファイの生成 AI の紹介です。EC サイト構築サービスを運営するショッピファイは、テキストを入力することで商品画像などの背景を変更できる AI ツール、ショッピファイイメージバックグラウンドリプレースメントを公開しました。ツールのデモが AI プラットフォームのハギングフェイスで公開されていて、無料で誰でも利用できます。使い方としては、ツールページのプロダクトイメージの部分に商品画像をアップロードして、プロンプツの部分の上部にあるフォームに変更したい背景のイメージを、下部に背景に入れたくない要素をテキスト入力して、ジェネレートボタンを押すと、入力した背景イメージが反映された画像が生成されます。手軽に複数パターンの商品画像を生成できるので、EC サイト運営者の方に便利なツールと言えます。続いては、トランスコープの新機能の紹介です。SEO に強い AI ライティングツール、トランスコープに、音声ファイルや録音した音声、YouTube 動画を文字起こしできる機能が追加されました。日本の会社が公開しているツールなので、UI なども日本語に対応しています。トランスコープはツール公式ページの今すぐ無料で始めるボタンを押して、Google アカウントなどを利用してログインすれば、ある程度無料で利用できます。新機能の文字起こし機能は、ログイン後のツール画面左側にある。文字起こしをクリックすれば利用でき、音声ファイルをアップロード、音声を録音、YouTube リンクを貼っての音声所得の3パターンが利用でき、音声ファイルをアップロードした場合、文字起こしが完了すると、ページ下部の文字起こし一覧の部分に表示されるので、文字起こしを見るボタンをクリックすると、文字起こしの内容をコピーしたり、構成をかけたり、自分で編集したりできます。トランスコープは、テキストでライティング内容を指示したり、ウェブページの URL を貼るだけで、その内容をもとに AI が自動で記事を生成してくれます。生成する記事は、GPT-4 ベースのようなので、生成能力は高く、雰囲気や文字数など、細かい部分もある程度コントロールできるので、気になった方は無料版を試してみてください。続いては、ドリームガウシアンの紹介です。北京大学やバイドゥの研究者らは、これまでの同様の技術よりも高い品質を保ちつつ、画像1枚からより高速に 3D モデルを生成できるフレームワーク、ドリームガウシアンを発表しました。この技術には、最新の 3D 空間構築手法の、3D ガウシアンスプラッティングという技術が使われています。ドリームガウシアンのプロジェクトページでは、画像をおよそ2分で 3D モデルに変換できており、既存の 3D モデル生成ツールと比べて、3D モデルの生成時間はかなり早いです。また、ドリームガウシアンを使って実際にキャラクターの画像を 3D 化したものが公開されていますが、完成した 3D モデルのクオリティは高いです。なお、ドリームガウシアンは GitHub でソースコードが公開されていて、Google コラボでデモを試すこともできます。続いては、DiffBIR の紹介です。中国の研究者らは、劣化している画像を高品質な画像に変換するモザイク除去技術、DiffBIR を公開しました。この技術には、スタビリティ AI の画像生成 AI、ステイブルディフュージョンが使われており、複雑なテクスチャなど、既存の手法では取り扱いが難しかった場面で高い性能を発揮するとのことです。DiffBIR のプロジェクトページでは、既存のモザイク除去技術よりも、劣化画像をより高品質に変換できているデモが公開されており、ソースコードの置かれている GitHub のページでは、劣化画像と DiffBIR 処理後の画像の比較画像が掲載されていて、かなり性能の高い技術であることがうかがえます。なお、ノートにて、DiffBIR を Windows パソコン上で動かす方法が解説されたページが公開されています。動画の概要欄に該当ページのリンクを貼っておきますので、
興味のある方は目を通してみてください。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは生成 AI の規制とルール作りの話題です。岸田文雄首相は2023年10月1日京都市で開幕した科学技術に関する国際会議で講演し、生成 AI の規制や活用に向けたルールを作るために2023年5月の G7 広島サミットで合意した新しい枠組み、広島 AI プロセスで議論が行われていることを踏まえて、信頼できる AI の実現に向け日本が主導して国際ルール作りを進めていると説明しました。生成 AI に関してはオープン AI やマイクロソフトなど海外主導で進んでいますので、今後日本がどのようにして存在感を示していくのか気になります。続いては音声生成 AI の話題です。読売新聞オンラインの記事によると、生成 AI を使って声優の高山みなみさんの演じる人気アニメ名探偵コナンの主人公江戸川コナンの音声などを作り出して無断利用した動画が SNS に投稿されることが増えていて、当事者らの間に不安が広がっているとのことです。こういった投稿はクローンした音声で曲を歌わせたり文章を朗読させたりしていますが、記事の中で専門家らは権利の保護や悪用防止のために AI の利用について一定の規制が必要だと指摘しています。最近は人の数秒の音声を使って声をクローンできる AI ツールが無料で使えたりと、やろうと思えば誰でも他人の声を作れる環境を構築できることもあり、この流れは今後も止まらないと思うので、規制やルール作りは急務ですね。続いては世界の生成 AI 製品トップ50の話題です。多くの新興企業に投資しているベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツは、トラフィック分析ツールのシミラーウェブを使って2023年6月時点での世界の生成 AI 製品トップ50を月間ページビューでランキング化しました。それによると1位はオープン AI のチャット GPT、 3位に Google のバードといったツールがランクインする中、2位には日本ではまだ知名度は低いですが有名人やアニメなどのキャラクターと話せる AI チャットサービスのキャラクター AI が入っています。その他50位以内には超大企業のツールは少なく、多くの主要製品はスタートアップから出ているのも目立ちます。続いては漫画を AI でカラー化の話題です。大日本印刷株式会社は多言語対応の漫画制作ツール DNP 漫画オンラインエディトリアルシステム MOES に株式会社テンアンツが開発した漫画 AI 着彩機能を搭載して2023年10月にトライアル運用を開始すると発表しました。この AI 機能により、従来は手作業で行っていた漫画に色をつける着彩の工程を大幅に効率化できるとのことです。ニュースリリースページには白黒漫画とカラー化を施した漫画のサンプルが掲載されていますが、違和感なくカラー化されています。カラー化にどれくらいの時間がかかるかは不明ですが、色塗りが一瞬でできるようになれば一般的に超激務と言われる漫画家の工数削減につながりそうです。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。